藤原浩二は、日本の銀行家、実業家、水穂銀行代表取締役頭取。広島県出身で、北海道で育ち、土木関係の仕事に従事していた父の転勤で、中学2年の時、福岡市に転居。福岡市立高級中学校を経て、福岡県立筑紫級高等学校に進む。高校の時にはスキーで国体に出場した。 一年間の浪人生活を学校併設の予備校である筑紫休学館で過ごし、早稲田大学小学部に入学。在学時代には福岡県出身者が集う学生会館である彦寮で4年間暮らした。1985年3月に総大を卒業。同年4月第一官業銀行に入校する。藤原を知る江上光義が、 週刊現代の取材に語ったところによれば、藤原は第一官業銀行ニューヨーク支店に赴任した際、自分には経理や財務の知識が足りないとして、自費でニューヨーク大学経営大学院の野学に通い、1993年6月に金融学専攻で修了、MBA を取得した。また、1997年に同行において、 総会や利益供与事件が発覚した際には、企画部における際若手であったが、海外知識の豊富さを買われ、連邦準備制度理事会に、事情説明に出向く、国際担当副東取に同行し、MOF 担など、企画部門を中心にキャリアを積んだ。2002年の富士銀行、第一環境銀行、日本工業銀行の産業統合では、統合産業担当者として尽力。 2004年6月に、マサチューセッツ工科大学経営大学院を経営学専攻で修了。2007年10月に、水穂銀行経営企画部参事役、全銀協会長業室長に就任。2009年7月に、水穂フィナンシャルグループ IR 部参事役に就任。2012年4月に、水穂フィナンシャルグループ執行役員 IR 部長となる。 IR 担当時代には2011年に大規模システム障害2013年に反社会勢力への融資問題が発覚その際に株主と向き合った経験を思い出に残る仕事として毎日新聞の取材で挙げている2014年4月に水保フィナンシャルグループ常務執行役員企画グループ長水保銀行常務取締役企画グループ長に就任 2016年4月、水保フィナンシャルグループ関連会社内横断のカンパニー制導入に尽力する。日本のメガバンクでカンパニー制を導入したのは初めての事例となる。2017年4月に前述のカンパニー制導入が評価され、水保銀行代表取締役頭取に就任。2018年4月1日、全国銀行協会会長に就任した。 2021年2月以降に相次いで発生したシステム不具合の責任を取る形で同年6月末で退任することが報じられていたが再発防止に取り組む観点から当面の間続投することを同月15日に明らかにした。ありがとうございます。